福井県住みます芸人のメシ召し上がれ、小根です。お願いします。普段から日常でね、やっぱ気を使う言葉ってあると思うんですけど、例えばですよ、何か物をいただいた時に、なんかつまらないものですけど、すいません。いやいやいや、全然そんなことないですよ。ありがたいです。って、こう言ったりする時であれじゃないですか。あの時ってね、めちゃくちゃつまらんかったものでも、うわ、つまらんものですねって言えないじゃないですか。いやいやいや、全然そんなことないですよ。ありがたいですよってね。あとやっぱこれでいいのかなんか。いや、僕は全然いいんですけど、全然いいんですけどね。まあ全然気にしてないですよ。ね。これめちゃくちゃ、気にしてる時ね。はい。いや、全然いいんですよとね。いやいや、全然そんなことないんですよってこう言う時あるじゃないですか。まあ今日もね、僕皆さんの前でこうネタしてるわけですけど、まあ僕みたいなぽっちゃりしたやつがですね、なんか、こう喋ってね、汗もかいてますし、多分おそらく皆さんも見ててしんどいかなと思うんですけど、いやいや、皆さん、ここで、いや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 、全然そんなことないですよって言ってほしいですよね。いやいや、全然そんなことないですよって。まあ、それ別に言われなくても僕は全然いいんですけど、ありがとうございました。